はい、どうもフェイです。今日はこのドラゴン、あ、ちょっと失礼します。ちょっと離れますね。やったー、ドラケだー。あ、すいません、ちょっと今テンションバーンしちゃったんで一回放出できました。今日からね、このドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界中の城をやっていこうと思います。よろしくお願いします。いやー、もうね、ほんと楽しみすぎてね、もうちょっと私定時ダッシュからのタクシー乗って帰ってきましたからねかなりの本気です。なになにこれ、なあ、冒険の書ね、作るよ。世界を冒険する主人公を決めます。あ、主人公どっちか選ぶんだね。あー、かわいいな、この女の子。まあとりあえずちょっとアクトでやっていきましょうかね。冷静沈着な親衛隊長、隙のない作戦で仲間を導く若き剣士。ちょっとなんかヘッドセットをね、叫ぶ時外しちゃったんでちょっとはめますはい、じゃあこれでやっていきますね。あ、これちょっと名前変えさせてもらいましょうかね。はい、じゃあね、これでやっていこうかなと思いますね。あのフェイと赤鬼子ちゃんで、右ちょっと赤いんでね、うん、なんかアウトですごい後悔しそうだけど、まあいいや、これで。簡単操作、簡単なボタン入力だけで操作できます。はあ、あ、全て手動。おお、手動でやりましょうか。あー、まあまあまあ、この辺これで後でいじればいいよね。早くドラクエやらせろ。何何、もう分かったよ、なんも好きにしてよ、もういい、いいか、早くやらせて。何これ、無限に広がる次元の遥か彼方。あ、いいね、いいね、音楽いいね。人間と魔物、二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。みんな仲良しなんですね。読めたぞ、あの景品を手に入れる完璧な作戦が。かわいい本。すごい、さすがねよし、私だって。要は当たればいいのよね、当たれば。声かわいい。時は来たれり。そうなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は、もしかしていつもの長い作戦。悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ、早くフィルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。いいね、ホミロンかわいいな。
いいですね、音楽が、音楽がたまらん。王座の間にいるよ。はい、回り道だけどこっから行くと。おーおー、いいですね。おー綺麗だな。ホミロンこうやってついてくるんだ。近くが攻撃1、攻撃2、ジャンプ。はいはい。二人とも準備は大丈夫？念のために戦い方をおさらいしようよ。おはい。まずメニュー画面を開いてアクション一覧を確認してみて。これホミロンの声あれですね、銀魂のカグラの声ですね。ギミヤさんだっけ？俺あんま声優詳しくないんだけど。はあ、はあ、こういう感じでコンボがあるんですね。なるほど、これ無双と同じですね。はい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 。あーぶっ飛び中に、はいはい、もういいや、オッケーやろう。こんなところ、あスライムいるよ。スライム、あこれ敵なの？どうして少なくてないようだな。スライム切るの抵抗感ある、かわいい。おおおお、すげえすげえ、いいねいいね。かわいいな、なんか敵に見えない。そうだ、おすすめの攻撃があるよ。はいはい、まずはこれをやってみて。これね、うんうん、いい感じ。じゃあ次はこれやってみて。おーはいはい、おーすごいな、結構綺麗です。また魔物、一通りやっつけるしかないわね。おすすめの攻撃を使ってなんとか乗り切ろう。オッケー、爆裂火炎山って言ってるね。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ、うんうん、画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。おーそうなんね、早速特技を使ってみよう。おー煉獄斬りっていうか煉獄好きって感じだけど、煉獄好き。あーなるほど、こうなるんだ、へーすごい。MP でも全然ないね。あ、ちょっと一緒いなくなっちゃった。おーすごい、演出も派手でいいですね。出来がいいな、なんか、うんうん、これで戦い方は完璧だね。魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。行く行く。通路は塞いでいる。お、スライムじゃないやつがいる。あ、魔法唱えてる。煉獄。なるほど。あ、防御しながら移動はできない。ここの魔物も片付いたな。急ごう。玉座の魔はもうすぐだ。なるほどなるほど。あ、ドラキーがいっぱいいる。かわいい。あ、かわいいのがいっぱいいる。もう、ここにも魔物？急いでやっつけなきゃ。いっぱいいるな。ふん。ん？壺は攻撃を当てれば壊せるんだ。それ、三国無双もそうだね。肉まん出てくる？肉まん。あ、なんか出たね。あ、魔法の聖水かな。それらしきものが出ましたね。遅い。お、見て見て、木箱の上に宝箱がある。何かいいものが入ってるかもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。オッケーオッケー、お宝、お宝開ける。遅い。なんか出てる。ここにいる魔物。薬草だ薬草。よし、ちょっと宝箱開けさせて。ちょっと飛びすぎた。圧だけど。はーい。何これ？小さなメダル？おお。おいいないいないいな。出来がいいな、なんかすごい。まだ魔物の気配がするぞ。全てやっつけてから先に進まないと。結構あの無双系はなんか2本目から本気出すみたいなゲームが多いからどうなのかなと思ってたんですけど、かなりクオリティ高いですねこれ。よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。
走るってないのかな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくちゃ。ディルク様セーブ中のアイコンも可愛い。音楽が音楽が良すぎる。お？これは一体どうしたことか。これディルク様。おお、来たか。勇敢なる我が親衛隊長よ。魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城の町もこれ王様なんです。早急に作戦を練らねば。めちゃくちゃ強そう。まずヨクザの前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。うん、一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。うん、魔物が攻めてくるたびに一人は攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつ。パス。私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのを考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。いざいざ振り立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。いいねいいね。音楽がいいっすね。ガンガンドラクエの名曲を流しまくるんですね。これは熱い。私は戦う王様じゃない。こんだけムキムキだったらな。あ、このホイミしてくれるんだ。すげえ。もういっぱいいるね。入って。どっから魔法打たれてるかちょっと見えづらいな。おー、レベルアップした。来たー。あ、経験値入ってんだねこれ。へえ。読み通り波状攻撃を仕掛けてきたか。普通に考えたらこいつらどんだけ経験値低いんだっていう。もう長くてまどろっこしいからパス。要は片っ端から倒せばいいでしょ。その通りだ。二人とも最後まで気を抜けないぞ。王様使ったりできんのかな。お、そちらへはいけない。敵はどこだ。敵はいた。うん、かっこいいなぁ。釘だ、鉄の釘。おっちゃんと終わる時の音楽が流れる。ん、おぉ、勝つためには頭を使わないとな。城内の魔物を追い払うぞ。ミロンだけでは危険だ。あ、一人で行っちゃったんだ。いやホミロン危機一発。あ、なんか地図見るとホミロンが尋常じゃない数の敵に囲まれてる。待ってね。てかどんどん敵の中突っ込んでくるのよ。ちょっとここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。かわいい。敵に見えないスライム。やめて、ホミロンいじめないでください。
あ、これこっからもう一発いけるんだ。なるほど。へーへー。あ、嘘、早っマジで一瞬で死んじゃった。あ、そう。ジョンがまさかこんなに序盤から結構あんこんな一瞬で死ぬようなバランスと思わなかった。あー、待って待って、やめてやめて、コンビロン殴んないで。あら、コンビロンどこ行った？え、コンビロンどこ行った？ちょっとどっコンビロン、ちょっとウロウロしてないで、自分にホイミして。コミロンの目を離すと怖い。いや、しょうがない、多少は。お前らコミロン狙ってんじゃねえ。かなり気持ちいいですねこれ。おー、コミロン狙うな。そう、コミロンコミロン、ちょっとウロチョロしないでくんねえかな。ああ、コミロンに薬草あげたい。ああ、待って、コミロン殴んないで、コミロン殴んないで。どうだいコミロン、もういいかな、そろそろ。あ、鉄の釘ってのすごい拾うな。これ何なんだろう。コミロンどう？一匹釘拾ってから、はい、よし、ちょっと油断しないようにしないとね。すべて読み通りだ。あ、城下町に行くと。城下町はゴーレムとかいたからな。よーし、もう一息じゃ。ゴーレム、ゴーレム。あれ？ドラゴン？予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。いいね、音楽が。たとえドラゴンだったとしてもね。あ、来た。おお、でっけえ。おお、でっかいな。サイズ感がいいですね。おお。おお。いた。この野郎。こやつを城に入れてはならず。何としてもここで食い止めるのじゃ。おーい。心配するな。コミロン可愛いな。もし魔物が襲ってきても、さっきみたいに俺たちが助けるさ。わかった。危ねえ危ねえ。僕、頑張るよ。ふいふいふい。レベル4。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むには、まず弱点を見極めるのだ。なんか、弱点？あ、そうなんだ。へぇ。よく狙って攻撃を叩き込め。あ、ほんとだ。なるほど。この回避が神性能なんで結構楽ちんですね。つい、これヒーフ、あぶね。お、転んだ。なるほど、こういう隙があるんだ。なんだこれ、怒った。あ、MP 切れた。あ、なんか新しい攻撃してきた。あ、痛い痛い。
危ない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 、お、なんか、ひるんでいる。イエーイ。あ、飛んでる王様が。いけー。これはデカブツモンスターが出てくるのも楽しみですね。よーし、ドラゴンを倒したぞ。ベビーサタン来たよ。今こそ、勝ち時よ。ちょっと待って、あれ何、あ、なんか出てきた。これはもしや魔物の扉、魔物の大軍がやってくるぞ。魔物の扉、止めろ。あー、爽快感あるねこれは。あ、ゴーレムいない、ゴーレムいるよ。コミロン殴んだぞ。やめえ、ふい、回避強いっすね。あた、どことからメラがいって、ゴーレムいて、さすがにこれじゃもん。お、回復してもらえた、やった、ありがとうコミロン。この状況を打開する完璧な作戦を。二人ともうろたえるでない。さあ、これを受け取るのじゃ。何それ。よーし、気合の宝玉、それこそが気合の宝玉よ。気合の宝玉、なんだ、力がみなぎってくるぞ。おお、レベル上がった。おお、なんだ、テンションスーパー、おー、ハイテンションになった、スーパーハイテンション。必殺技、ギガブレイク。お、ギガブレイク、おお、そう、強、ギガスラッシュ飛ばしてギガブレイク、蝶の羽。なるほど、俺の作戦に隙はない。テンションが上がると必殺が打てるんですね。テンションの力だ。ほうほうほう。ゆっくり説明してくれると。ないで、あんたも素直に喜んだら。いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ、うん、つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まる。話をぶった切る。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃ早く行きましょう。バクマ、バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。王様も行くんかい。お、ラーミアみたいなの。おお、
あーたまんない、いいっすね。たまらん。コートルダ、西のコートルダへ向かうと。ほうほう、広大な草原地帯の中央にそびえる外壁に囲まれた町。なんとか研究所、魔法研究所のとこに行くんですね。ほうほう、魔法の力で動く発明品がたくさんある。教会と武器屋だ。キャンプ、前線基地だそうですね。はっ、お、買い物とかできるんだな。なるほど、準備します。レベル5になった。お、結構いっぱいアイテム拾ったな。竜の地図ってなんだろう。はい、いったね。ここで1回目を区切ろうと思います。もうちょっともう早く続けやりたい、早く続けやりたいはい、じゃあここで1回目を区切りますので、ぜひ続きも見てください。お疲れ様でした。